バイキング2号が映した火星の地表。火星探査とは太陽系、第四惑星である火星へと何らかの探査装置を送り込み、惑星の大地や大気、その他の情報を収集することである。人類が宇宙開発というものを行うようになって以降、火星は地球、月に次ぐ重要な目標であり、アメリカ合衆国やソビエト連邦、中国、 日本にとっての重要な目的の一つであった。1960年代以降、人工衛星や着陸船、ローバーを含む多くの無人探査機が火星に向けて打ち上げられてきた。これらの任務は火星において様々なデータを収集し、地球の過去、現在、未来への洞察につながるかもしれない、火星の過去への疑問に対する答えを出すことを目的としている。2008年までに、 火星に向かったすべての探査機のうち、およそ3分の2が任務完了後に、あるいは開始前に何らかのトラブルを起こしている。例えば、ソ連が打ち上げた16機、ロシアが打ち上げた1機の火星探査機で完全な成功を収めたものは1機もなく、日本が打ち上げた唯一の探査機のぞみも有用な火星の探査を行うことはできなかった。 欧州が打ち上げた周回機マーズエクスプレスは成功を収めたものの着陸機ビーグルには失敗に終わった。比較的成功率の高いアメリカの火星探査機でも19機の打ちごきが故障を起こしている。この高い失敗率は間違いにつながりうる多くの事柄に気すると考えられるが明確な原因が不明なまま失敗したり通信を絶ったものも多い。研究者の中には 冗談半分に地球、火星間のバミューダトライアングルとか火星探査機を食い物として生きる大いなる宇宙の悪霊などに言及する者も,もいるほどであり、この現象は火星の呪いとしても広く知られている。トラブルが頻発する要因の一つに地球から火星まで電波信号が到達するのに4分から20分かかるため地球からの遠隔操作では 不慮の事態に対処しづらいということがあるが、これは自動制御技術の進歩により克服されつつある。また火星はその重力の大きさに対して待機が非常に希薄であるため、着陸時に従来のパラシュートによる方法では十分な減速が行えず観測機にダメージを与えることが多かった。このため逆噴射による減速のほか、近年はエアバッグによる着地やキュリオシティの スカイクレーン方式などユニークな着陸手段が取られるようになっている。初期の望遠鏡観測は当初季節的な植生変化によるとされた表面の色の変化と知的生物の設計によるとされた線の特徴を明らかにした。これらの間違った初期の解釈は甘ねく古州の火星に対する興味を引きつけた。その他の望遠観測は火星の二つの衛星と 乾燥した水路と窪地、氷に覆われた極寒、太陽系最高峰のオリンポス山、太陽系最大級の峡谷系、マリネリス峡谷を発見した。これらの発見はこの赤い惑星の研究と探査に対するさらなる興味をそそっただけだった。火星はほぼ同時期に形成した地球のように岩石からなる惑星であるが、表面積は 地球の4分の1から3分の1に過ぎず、地表は冷たく砂漠のようである。科学者による探査における焦点項目には以下のものがある。火星の成分は地球のものとどう異なるのか。そして二つの惑星はどのように異なる進化を遂げたのか。火星内部の成分と状態は地球とどう異なるのか。火星は地学的に未だ活動しているのか。 将来の人類利用のため、地表でどのような自然資源が入手可能か。火星に初期には高濃度の大気は存在したのか。火星にかつて海はあったのか。地学的歴史上、火星はどのような気候変化を経験したのか。変化の原因は何か。現在の火星の気候はどの程度安定なのか。火星で生物以前の有機分子の形成につながる。 科学的進化は起こったのか科学的進化は複製分子の形成、つまり生命につながったのかもしかつて生命が誕生したのならば、強化性で見つけられるのかありがとうございます。